それでいいか？バッチリです。準備ができたら天衣門から出発しましょう。さあ行こうか。出かけますか？腕が鳴るな。また冒険できるの楽しみ。敵が強くても私が守ってあげるよ。遠距離攻撃は任せて。
さて、俺たちの目的地はここから北東にあるダンジョンだな。早速マーカーを頼りに進んでみよう。アスナ、エール王は楽しい？うん、キリト君とまた一緒に冒険できるし楽しいよ。それに妖精になれるなんて本当に素敵。女の子は妖精とかファンタジーのものが本当に好きだよな。ファンタジーっていうのもあるけど、魔法が使えて空が飛べるのもいいよね。ゲームじゃないとできないことだし。それは俺も同じだな。でも実は最初、男が妖精のアバターになるのってどうなるか少し心配だったんだ。そうだよね、妖精ってキラキラしたイメージだよね。でもキリト君、そのアバター似合ってるよ。そうかな。それを言うならアスナはもともと綺麗だし、妖精のアバターすごく似合ってて綺麗だ。キリト君、照れないでよ。私まで恥ずかしくなってきちゃった。でもすごく嬉しい。ありがとう。はい、どりゃ。切れたの。頼りにしてるよ。はっ、これで決めてやる。はっ、マナーが切れたのか。また腕を上げたみたいだな、リファ。この扉、魔法で封印されてるみたいだね。ということは物理攻撃じゃ破壊できないの？そうみたいね。これじゃあ先に進めないわ。となると、おそらくこの扉の封印を解除する仕掛けがあると思うんだけど。ここに不自然に穴が開いてるぞ。基盤か何かを収めるのかしら。怪しいわね。他にも何かあるかもしれないな。この辺りを散策してみよう。わかった。みんなちょっとこれを見てくれ。何か書いてあるよ。トールのこっち。あ、さっき移動してる時にこの先に農場みたいな場所があるのが見えたわ。きっとその農場のことを言ってるんですよ。扉を開けるヒントがあるかもしれないわね。ああ、それじゃあトールのコーチに行ってみようぜ。オッケてやる。
倒したな。やったね。数の割には大したことなかったね。一体一体が強かったらヤバかったかもしれないけど、この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそうね。ALO 面白いじゃない。ああ、今回は雑魚敵だったけど、これからどんどん強敵が出現するんだろうな。二人とも目がギラついてるよ。別にいいだろ、純粋にゲームを楽しめる空間なんだからさ。さすが生粋のゲーマーは違うね。しかもキリト君ってば、相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。ああ、そうだったな。そう、俺は SAO から生還し、退院してすぐに ALO に興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃、お兄ちゃん、ちょっといい？妹のすぐ、ゲーム内ではリーファと呼ばれており、SAO を生き抜いたプレイヤーの一人だ。私が前に遊んでた別の VRMMO があるって紹介したよね。まあ、アルブヘイムオンラインだな。通称 ALO。 空を自由に飛べるゲームで、種族間の争いが一つの要素なんだよな。そう、そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人、結城アスナ。彼女とは SAO の中で出会った。さまざまな出来事に巻き込まれ、二人で苦楽を分かち合い、俺たちは深い絆でつながれた。辛かった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心にのしかかる。俺たちには2年以上も生き抜いたあの世界で確かに得たものがある。そう感じていた。で、お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンは実は天才科学者だ。それはマニアックな人が読む記事ではなく、テレビのニュースで流れるような大衆に向けて用意されたものだった。歌姫セブンは12歳ながら、その天才的な頭脳でさまざまな学位を飛び級で取得し、アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名、七色アルシャービン女子だって。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なんだ。仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて考察した論文がいくつも掲載されてたさ。よく知ってるね。俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学して VR 技術の研究をしたいと思ってた。だからこの幼い研究者のことはとても気になっていたのだ。それでね、 VRMMO の中でアイドル活動してるんだって。 SAO で戦ってきた私たちとしてはびっくりだよね。うん、そうだね。でもこういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなんだよ。でも科学者がアイドルなんてすごいよね。私だったら恥ずかしくて絶対無理って思っちゃうけど、12歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。この記事、歌姆の七色に透き通るような歌声が世界を照らし、種族同士の争いを止め、和平の道へと誘うって書かれてる。 ALO ってプレイヤーキルがあり、あ、というか種族同士の競い合いが前提なのに、攻略のある意味足かせにならないのか。うーん、
やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。 VRMMO 研究で注目を浴びている少女、ちょっと興味が湧いてきたな。早く行こうよ。プレイヤーがいるぞ。よし、ここのモンスターの討伐は完了した。次に進むぞ。ああ、他のプレイヤーに先を越されるわけにはいかないからな。早く行こう。行っちゃったね。あいつら、あの様子だと結構上級者みたいだな。ここのフィールドに来ているパーティーだもの、腕に覚えがある奴らだと思う。もしかすると私たちのライバルになるかもね。一体どこのギルドだったんだろう。さて、私たちもクエスト進めようよ。ああ、そうだな。なかなかやるわね。マスターさん、大丈夫か。さあ、ちょっと危ないかな。マスター、サンキューな。この調子でいきましょう。ここで何かヒントが見つかるといいよね。なあ、片っ端から調べてみるか。鍵があったぞ。これで建物の中に入れるわね。キリト君、早く開けてみてよ。ああ、わかった。どうやら建物の中にモンスターがいないようだな。ほら見て、ここにあるのって石板じゃない？わ、早速見つけたか。ん？でもこれ、岩の扉にあった穴より随分小さくないかな？半分くらいの大きさだと思う。
もしかしてもう半分必要なのかな。ねえねえキリト君、向こうに日記が置いてあったよ。でかした。何かヒントが隠されてるかもしれないな。かなり古びてるけどどうにか読めそうだ。それじゃあ読んでみるわね。代々伝わる石板を割ってしまった、どうしよう。ワイバーンに一枚奪われてしまった、このことは誰にも言えない。一生秘密のまま生きるんだ。秘密を守ったまま生涯を終えることができそうだ。でも本心では誰かに見つけてほしいんだ。これで終わりみたいね。誰かがこの石板を半分に割ってしまったみたい。ワイバーンってモンスターの名前だよね。ああ、そいつのいるところに石板の片割れがあるってことだな。ユイ、どこにいるかわかるか。ワイバーンはここから北にある浮島に生息しています。これで次の目的地が決まったな。うん、次はその浮島に行ってみよう。そういえばアスナっていつの間にシノンと仲良くなったんだ。何気にシノノンって呼んでるしさ。SAO にシノノンが来てちょっと経ってからだよ。そう、その頃の私は結構ふさぎ込んでた。自分の置かれた状況を受け入れられず。へ、パパ、あの辺りの浮島が目的地です。ああ、ここが日記に書いてあった浮島か。さて、ワイバーンはどこにいるのやら。キルト君、あそこ。いきなりボスのお出ましか。このモンスターを倒せばもう一つの石板のかけらをゲットできるんだね。よし、みんな行くぞ。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。はい、せい。これパパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。せい。ラッしちゃったかな。リーバちゃん大丈夫か。これで決めてやる。これで決めてやる。よし、クエストクリア。こんなの楽勝よ。クリア、やったね。やったー、やったー、やったね。みんなお疲れ様。皆さん、やりましたね。ああ、これで石板のかけらが揃ったな。この石板をはめれば封印されていた扉が開くんだよね。やっとダンジョンの中に入れるってことね。早速行ってみようよ。ああ、そうだな。マナが切れたのか。
ッパー任せてね。あ、あそこにプレイヤーがいるよ。別のパーティーもいたんだね。あれ？どこかで見たと思ったら、さっき農場にいた人たちだよね。お疲れ様。俺たちも同じクエストやってるんだ。そっちは順調か？ああ、順調さ。ワイバーンもお前たちより先に倒したぞ。このクエストは先にクリアさせてもらうぜ。俺たちだって負けないぜ。お前たちもせいぜい頑張れよ。俺たちに追いつけるとは思えないがな。ずいぶん自信があるんだな。有力ギルドにでも所属しているのか。ああ、俺たちは。おい、先を急ぐぞ。ああ、お前たち、またな。なあ。自信に見合った実力がありそうだったわね。ああ、さっき農場であいつらの戦闘を見かけたけど、実力は本物だったな。別に敵対する気はないけど、負けるのはやっぱり悔しいわね。そうだな。ゲームはプレイするだけで楽しいが、一番楽しいのは一番になることだからな。まあ気を取り直してダンジョンに向かいましょう。ああ。他のプレイヤーたちとの競い合い、これもVRMMO ならではの楽しみだ。再びこの感覚を味わえるようになったのは、この ALO に入ると決めたから。あの日俺は ALO へのログインを決めたんだ。いやいや、お三名様、お待たせしちゃってごめんよ。上司の管に捕まっちゃってさ。彼は菊岡誠二郎、総務省の役人で SAO 事件の被害者たち、つまり俺たちをケアする機関のリーダーだ。その日は俺だけでなく、アスナやスグハも呼び出された。おやおや、面白そうな記事を読んでるね。歌姫セブン、僕も気になってたんだよ。今日は SAO の話じゃないのか。まあまあ、少し話を聞いてくれよ。この子の歌がまた可愛らしく、それでいて結構レベルの高い楽曲でね、一般人からもかなり評判なんだ。全てを兼ね備えた少女アイドル。確かに俺もいろいろと調べたけど、話題性には十分だよな。あの残酷な事件に相対するみたいな平和提唱のメッセージを持つ歌を歌い、その上ルックスまで備わってる。へえ、お兄ちゃんもこういう子が好みなんだ。違うよ、俺はあくまで一般的な話をしただけでだな。でも君たちも興味を持っていたんだね。俺、ALO にログインしようと思ってるんだ。え？その反応されるのは予想ついてたよ。でもさ、SAO のサーバーをコピーした新たな世界、さらに SAO ではできなかった飛行を実現させている。今一番熱いゲームであることは間違いない。うん、そうだね。私もそう思うよ。この世界に俺が興味を持つなっていうのは無理な話だろ。アスナだって興味があるんだろ。前にもだいぶ詳しく教えてくれたよな。あバレちゃったら仕方ないね。実は私もお兄ちゃんたちを ALO に誘おうと思ってたんだ。なんだ、わざわざ呼び出すこともなかったな。何か言ったか？
いや、何も言ってないよ。それよりキリト君、また VR 世界に行くのは怖くないのかい？俺たちの経験は確かに辛いことが多かった。でも、だからこそ意味のあるものだと信じている。これから VR 世界がどうなっているのか、あの SAO を継承した世界で行く末を見てみたいと思うわ。私も行くよ、キリト君。アスナ。なら、私が先輩だからね。二人のナビもちゃんとしてあげなきゃダメでしょ。よし、そうだな。行こう、二人とも。うん。こうして俺たちは ALO の世界へと旅立つことになった。うわあ！あの人たち、モンスターに襲われてる。助けてあげようよ。ああ、そうだな。助けてくれ！ああ！よし、敵がスタンスだ。この隙に逃げるぞ。おお。なんとか逃げ切れたな。大丈夫か？ありがとな。いきなり強いモンスターに襲われてやばかったんだよ。さっきのやつ中ボスクラスだよな。そんなのにいきなり襲われたらさすがにきついよな。俺たちのパーティーだけじゃこの先のダンジョンに進むのは無理そうなんだよ。なあ、あんたたちも力を貸してくれないか。あのモンスター、ダンジョンの入り口のあたりにいるから、倒さないと私たちも中に入れそうにないね。そうだな。俺たちもモンスターを倒すのを協力するよ。おお、サンキューな。あんたらが一緒なら心強いぜ。ああ、よろしくな。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。はっ、これでいいよ。せいっ、せいっ、何の、せいっ、はっ、せいっ、はっ、パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。せいっ、パパ、敵の体力が残り少しです。よし、クエストクリア。こんなの楽勝よ。クリア、やったね。やったと。ありがとう。君たちは強いな。大したものじゃないけど、お礼として受け取ってくれ。それじゃあ、俺たちは一度町に戻って準備をしてからダンジョンに挑むことにするよ。またな。